はい今回は麦茶パックを捨てないで有効に再利用する2つの方法ということについてお話していこうと思いますので、えー、今回もよろしくお願いいたします、まあ、こちらの内容ですね、まあ、ご存知のリスナー様もいらっしゃるかもしれないんですが あのまあ、家とかでですね、まあ、麦茶を自分で作ると、ねまあ、こに麦茶の,あのパックっていうのをあの使いますがこちらを使って捨てずにですね有効に再利用する方法があるっていうことが分かっておりますので今回はこちらの件についてですね考えてお伝えしていこうと思いますので今回もよろしくお願いいたします。 まずですね、今とかもそうですが、まあ、物価高っていうこともありますし、まああの外でね、飲み物を買ったりすると、まあ、お値段が高くつくわけですよ。しかしですね、家でまあ、あの麦茶パックで <laughs> 自分で作れば、大きなこれ、節約っていうことになるんで、まあ、僕も節約を考えてですね、家で麦茶を作っているんですよ。で 今まではこの <laughs> 麦茶をあの作ったらですね、えー、麦茶パックを捨てていたんですが、えー、実は、えー、ちょっいろんなものを調べてるときに、えー、この麦茶パックをですね、えー、まあ,あの、まあ、再利用っていうか、えーまあ、効果的に、えー、再利用できる方法があるっていうことを知ったので、えー、今回はこちらの件についてですねここからお話ししていこうと思います。 あの 2, 2つのですね、えーまあ、有効な再利用の方法ということがあると、えー、いうことなんで、えー、そちらを一つずつ、えー、お話ししていこうと思います。えー、まず一つ目なんですが、えーまあ 料理が終わった後にですねフライパンを使った際にフライパンにですね油がくっついて時間が経ってしまうとなかなかこうフライパンの油が取れずにゴシゴシ洗ってもなかなか油が取れないなと、まあ、苦労した方がいらっしゃると思うんですよ、そのようなご経験がある方が。 で、えー、このようにですね、えー、フライパンに油がくっついてしまって何、えーまあ、ていうのかなあゴシ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 洗っても、まあ、落ちない時っていうのは、えー、なかなか大変だと思うんですよでこうなった時とかそうなんですけどフライパンをですね、えー、洗う前に、えー、この、えーまあ、利,用利用済みの麦茶パックをですねこのフライパンにくっつけて、えーまあ、これで何、まあ、ていうの伸ばすっていうか、えー、この 麦茶パックでフライパンを拭くんですよでその後に、えー、スポンジに洗剤をつけて、えー、フライパンをゴシ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 洗うと非常に油がよく落ちるっていうことがこれ分かってるんですね、えー、なぜこのようなことになるのかっていうのは分からないんですけれども、えー、このフライパンに、えー、この麦茶パックを使ってその後にスポンジで、えーま、洗剤を使って洗うとよく落ちるっていうことなんでこちら分かってるのでこちら試していただけると、えー、いいと思いますで2つ目なんですが あの台所の排水口っていうのはですね小さなゴミがたまったりして、えーまあ、ものすごく臭い匂いを発したりして、えー、まあこのね排水口のまあ悩みっていうのがあるんですけれどもここにもこのあの麦茶パックっていうのが有効なんですね、えー、この排水口にですね、えー、この、えーまあ、使,使い終わった麦茶パックを入れておくとですね、えー、こののの排水溝のあのー、まあ 匂いっていうのか、この臭い匂いが、えー、出てこないっていうことが分かってるんですよ。で、こういったことが分かってるんで。 麦茶パックをですね捨てる前にこのように再利用していただくととてもいいと思いますこのフライパンの件とですね排水口の件は生活のお役立ちになると思いまして僕もこちらをやってるんですけれどもリスナー様のお役に立てれば何よりということで今回はこちらの件についてお話ししてみました最後まで聞いていただきましてありがとうございます失礼いたします